さあ坂上さん、はい、刹那の見切り実況プレイパート4 引き続きね、引き続きですね。今回は、2人で対戦するのではなくて、はい、ストーリーモードっていうのなん、コンピューター戦一P モードですね、はい、やこれも覚えたい、これは覚えてますね。あれ去年どうなったか覚えてますか。去年稲葉さんは一人抜き、そうです私は確か最初のキャラに負けました、ね、最初のキャラワドルドゥ、ワドルドゥ、ワドルドゥを俺は破ってウィリーに負けたでもガイはワドルドゥに負けましたねどうする、あの順番またガミが後でやる、ああすまんすまん、どっちがいい、じゃあまあ負けたものらしく俺先やるよ、終わりました、ちょっとコントローラー渡します、はい、一人ででいいかな、うん、これね、難度は難しいだったんですよ、去年。難しいにしたの？難しいにしちゃったんですよ。そんな無謀なことしたの？中で。中でやろうか。身の程をね、わきまえてね。バドルドゥ。さっきね、下がってましたもんね。そうそう。タイムね。去年ね。はい！遅いなぁ！ちょっと集中させてくれ。邪魔をしないでくれるか。ね、難しいだとね、負けてますよ。18で負けてますよ、去年。あっ、うん、さっきと一緒だ。今年の最速。あれ ?13 が。ホーウィリーに勝ちますか、川崎なんだね。3番目はね。あかむせたもの。やるぞ、川崎。最速タイム14。川崎までは行きたいな、俺も。ですね、コック川崎が17だったね。あ、そうなの？だから最速が出てれば勝てた。ちょっとむせたから、俺。最速14ね。14は。最速は14ね。14より上は多分無理だから、ね。14で勝てるやつは全部勝ちたいね。うん、じゃあ俺も行きますよ。中。あ、すごいドキドキすんな。パープルよりドキドキするかもしれない。こうやって喋ってるとさ、集中できないだろ？うん。集中して最速でやろうとしても、よし、ああ15だよ、どうするどうするお前18だったウィリーには勝てちゃえ、就職じゃねえ集中しないとさ勝てないんだって、これが全然ね出ないの、うわほらほらほら、川崎も行くぞ、川崎も行くぞ、どうしますか、川崎17、先は勝ちたいね、その今までの最速と同じタイムを出さないと負けると思ってもらわない。よっしゃ、うわ勝ちよ。どうす、全部15だよ。そうだね。あ、出てではいけんのか。15より早かったらもう負けるってことだよ。15。頑張れ。負けてしまえ。ガガー！ 13！ すごい。出したね、最速。13。出てでは13。で、勝てない。13で勝てない。去年の自分を超えていかないと。ガー！去年より成長しないと勝てないってことですよ。そうだね。うん、で、出てて倒してもどうするよって話だけど。まあ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 、でも。おい、ついに勘に頼り出したぞ、勘で行くしかないんです。わかるだろ？いや、わかんない。俺は反応で行ったな。わかんないだろうな。反応で行け、反応で。よっしゃー！やるよ、俺！勘が冴えたね。勘がんじゃないよ、実力だよ。俺、いけんじゃないの？メタナイツで最後？メタナイツで最後だよ。ほら。デデデが13だから、それより。あ無理だって絶対無理だ、10年やっても無理だよ、こんなん。超えてくるね。あー、今年良かったな、俺。ワンツースイッチのおかげですね。ガンマンなどのおかげですね。負けたな。そうね。去年はね、俺はガミと、互角だったけどね。今年は出ててと互角だったからね。もう置き去りですよ、ガミは。また来年だ。また来年ですね。来年見てろ。修行しておこう。はい。じゃあ今年もよろしくお願いします。はい、ます。メタナイト。よく行ったの、メタナイト。そうだよね。行けるとは思わなかったよ。